何やねん。お疲れ様です。ラットです。そして、トメトメちゃん、キヨキヨって、失礼します。お願いします。さあ、来ました。いやー、これ俺ですね。何すか。いや、別に。何今日。何もなかった。何もなかった。今日コラボですね。はい。ステンション低くて。いや、低くはないですよ。先生、はい。先生、はい。なので、やっていきたいと思います。で、今日やる企画はですね。え今日やる企画は超高回転ゴブゴヤ VS 超高回転ババコヤ。うわっ、どっちが勝つのかっていうのね。なるほどなるほど、思います。なるほど、これもホコタテ対決ってことですよ。そしたらまあそうですね。そうなのか。ちょっと待って、どうなのかな。どうなのかな。ですか、どっちの方が強いんすか。いや僕は、うん、まあでも、やってみないと分かんないですけど。そうですね。で、今回のルールがあるんですよね。その僕ら、その、やったら、高回転じゃ、高回転ですけど、そうです。2コス以下。そうですね。小屋以外のカードは、まあ、2コス以下なら何でもいい。何入れてもいい。なるほど、なるほど。っていうのを、まあ、ルールとして。じゃ例えば1コスのヒールは、ワンチャン入れなくてもいいってことですか。別に入れなくてもいいです。2コス以下か。はい。なんで、まあ、ミラーも入れても入れなくてもどっちでもいいですね。ああ、そういうことか。そういうことです。確かに、確かに、確かに。まあ、2コス以下なら別にもう。いや、ラットさんミラー入れますよね。うん。どっちなんだ。さあ、っていうわけでですね、はい、やっていきたいと思います。なるほどね、じゃあよろしくお願いします。で、ちなみに僕が、ゴブゴヤ担当します。で、キョキョさんが、僕はババゴヤです。はい、ババゴヤ担当です。いや、でも、ゴブゴヤは確かにその遠距離が強いじゃないですか。はい。ただ、バーバリアンも、多分一発っすよ。あれ、一発っすか、やりゴブゴヤ。一発で倒します。一発倒しますね。倒して、どんどん進んでいけるんじゃないか説。いや、それ倒せずにやりゴムがどんどん溜まっていって、それやばい。いや、そこを呪文で蹴散らしてバーバリアンで殴りに行く。そう、甘くないんですよね。でもね、呪文の入れ方めっちゃむずくないですか。むずいっす。嫌なのが、そのやりゴムって太鼓もいけちゃうんで、うん、コウモリとか2秒でやるじゃないですか、はい、確かに。それがむずかったりするんですよね。そうです。だからもうロリババもある、ウッドもある、雪玉ザップとかもあるんで、そこ何枚入れるかとかもすごい大事ですよね。確かに。もう僕が考えつきました、尽くしましたから。僕ももう決めてるんでね。それで結構ね、結構な時間考えました。結構、はい。そう、2コス以下しか使えないのに結構な時間考えるっていうね。マジで。じゃあいきますか。意外と、はい。ポジン！もうこれですね。いや、マジでボコボコにしますから。いや。いきたいと思います。ワンチャン引き分けとかあんのかな。いや、ワンチャンありそうっすけど、最悪ウッド25回とかで。確かに。どうにか削りたいですね。いや、だから、だから別にあれですよね。はい。これあれですよね、別に。別にあれですよね。あー、ケチ。よし。どういこうかなー。さあ、まあ、こっからですよ、こっから。でもね、呪文そんなね、無駄に使えないんですよね、これ。あー、なるほど。あ、これ美味しいですね。これちょっとまずいな。これ、削りつつ、ババがまだ来てないんだよね。まだ来てない。あ、ババがないんすか。まだ来てないんですよ、ね。あ、もうこれ最強ですよ、だって。確かにな。ちょっとなんか僕がなんか守りから入る人みたいになってますね、なんか。うわっ。それやるんすか。これもう天才じゃないですか。こういうことっすね。それやるんですね。やりゴムがこう溜まるんすよね。確かに。え、これマジで溜まるんすけど。でも溜まってもローリングウッドでしまかれるっていう。雪玉とウッドじゃないですか。ずるくないですか。で、え、でもここ通しに行くと。ああ。ここ通しに行くと。美味しい。これね、つらいな。え、これだって僕の声の方が強いですよ。だってほら、確かにやりゴムにしんどくないですか。確かに、そう、遠距離がかなり遠距離がやばい。え、これボコボコっすよ多分。いや、でも見てください、ダメージあんまり変わんないですよ。ほら、これもローリングウッド作戦かもしれない。ローリングウッド、ワンちゃんワンちゃん、そのバーバリアンで体で受けてね、体で受けてかもしれないです。やばい、そのやりゴブリンがちょっと厄介。あー、よしよしよし。さあ、え、雪玉でも飛ぶのか。え、ちょっと待って、確かにこれ、あ、そう、やべね、分かった。ババ小屋を溜めるのが大事だ、これ。やっぱバーバリアンが盾になって、あー、このファイスピアだな。よしよし。え、やばい、おな、なんかいい。やばい。で、バーバリアンが盾になってるところを、後ろのなんかやりゴブとかが、僕のやりゴブが結構いい働きしたりする。いやー、待って、頑張ってくれ。頑張ろう、多い。最強の。ちょっと待って、これ。ずるくないですか。いや、でも、全然ありです。ルール上の戦いなんで。そうなんですね。ずるいとは及ばみませんね、はい。やばい。いや、めっちゃ溜まる、これめっちゃ溜まってる。
こう、え、待って、やばい。これ、待って、ババの方が強い説ないですかこれ、ワンチャン。いや、気づいた。気づいた。呪文で、呪文、え、呪文に弱い。だから、結果、やばい、呪文もっと入れとけばよかった。いやめっちゃ溜まってんな。なんか気持ち悪いな。なんかジンマシンみたいな。やばい。すごいことやってる。すごいことやってる。すごいことやってる。あでもこれで溜まる系じゃないですか。頑張れ頑張れ。だからバーバリアンだから死なないから。やばい。その分あ死を発見だ。そうだバーバリアンウッドとかすべて耐えるっすもんね。えこれ気づいた人いんのかな。いやいやバーバリアンの方が強いでしょみたいな。やばい。これ絶対やりゴムの方が強いと思うっすもん。普通は。えですよね。いや僕も。え、やばい、バーバリアン、いや、おい、おい、バーバリアン、ちょっと、バーバリアン知らないっす。おい、え、ザップ無理とんすか。いらっしゃい、いらっしゃい。雪玉ザップ。そう。やば。やばい、なんかもう、うじゃうじゃ、でもこれ、すごい絵だな、この絵。やばい、絵がやばい。絵がやばい、これなんか、気持ちいい。あの、ローリングウッドの時めっちゃ気持ちいい。いや、それなんですよ、マジ気持ちいい。マジ気持ちいい。やばい、え、そう、たまにとっても、やられちゃう。え、この僕、雪玉とウッドで削られてるんですよ。いやでも見てこのババの数これやばい、えマジやばいんですけど、どうでこれまたバーバリアン通るよこれ、えバーバリアン通るこれ、やばい待って、えなんで毎回やべえバーバリアン、えめちゃくちゃ押されたんですよ、バーバリアンの数やば、いいよやりゴブリン、いややりゴブめっちゃ多い、いやあるしかし縛かれるやりゴブ、あはははははマジ、えマジか、縛かれた、マジっすか、しばかる、マジか、新発見だこれ、やばい、やりゴムもうちょっと頑張って、えこれやばい、タワー、でも僕呪文ばっか打ってて、その何ゴムが出せないとお辛いですね、それが一番お辛いです、ババ小屋をそうどれぐらい貯められるか、やばって、これでもしばかれる、ずるいっすよマジで、ずるくないよこれは、マジでずるくない、ルール上ルールに従って訴えるレベルです、で、ここで、いいんじゃない、これもいけるんじゃない、ほら、このバーバリアンの軍勢、これ、え、やばい、待って、よし、小屋も破壊できてる、頑張れ、いや、全然いい、僕ね、バーバリアンで殴りに行くんですもん、え、やばい、待って、ちょっと待ってください、やばい、え、なんか、こういう勝負で負けるの、なんか悔しいですけど、え、さあ、このね、いや、だからあれですよ。甘く見てましたね。バーバリアンを。いや、バーバリアンは、そのね、言ってたんですよ。近距離だから、その遠距離のやつには勝てませんよ、みたいなことをおっしゃってたんですよ。甘い。やっぱね、ポテンシャルが違う、ポテンシャルが。え、もうだ、え、ずるいってこれ。ちょっと待って、やばい。あー、オッケー。え、だって僕もう、1000しかないんですけど、あと。え、もう、それ削りに来てるじゃないですか。違う。ちょっと待って。削りに来てるじゃないですか。そんなことはしてない。そんなことはしてない。そんなことはしてない。僕は。小屋で。やばい、待って、残り1分か。40秒しかない。いやいや、やばい。えちょ、ガチンコ。もう、鬼回し選手権。やばい。鬼回し選手権。えちょっと待って。やばい。やばくないワンちゃん。いやでも間に合わないでしょ、これさすがに。いやーこれ辛いなこれ。えちょっとめちゃくちゃ回すくらいですか。いやこれめっちゃ回してる、めっちゃ回してる、やばいっすよね、鬼回し。やばいっす、やばい。いやギリ耐えてくれ。なんでギリ耐える、いや最初っからこれやってたよじゃねえよっていう、最初っからそれやったら僕、いやワンちゃんいけ、ワンちゃんいけ、いや耐えてお願い、え待って負けないな、あーあゲイなのか。確かに。なんでこれ。引き分けなんで。引き分けですよ。けどやばい、あとだってタワー一桁ぐらいしか残ってない。五。あと五っす。五。なんだこの。あと一分ぐらいだって気づいたっすね。そう。もう投げればよかった。そう、あと残り一分で。だって残り1分だけでなんか700、800削りました、はい、そうマジ一気に削ってそれローリングとめっちゃ出るって、やばい、なんか初めの僕らが必死に小屋置いて頑張ってたら全部意味なかったダメじゃんこれ、あでも残り1分まで気づかなかったじゃないですか、はい、だからもしなんかその故意的な、はい、ローリングと削りが禁止だった場合はババ小屋の方が強いですね、多分あ、だからババ小屋はそのローリングウッドで相手を倒したりザップ雪玉で蹴散らせるんで、溜まっても
で、ババが、バーバリア残るんですよね、スペルで。そう。そう、それが一番強かった。僕のゴブリン全部消えたっすよ。マジ。サムネに使ったしな。ピシャってやる。マジマジかわいそうだった。ザップでピシャはかわいそうですよね。何十匹言いましたから。そう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 。いやー、おもろしろいっすね。いや、これ面白い。いや、これ面白い。またクララワカに一つのトリビアが生まれました、これ。ねえ、ババ小屋の方が強いっていう。検証結果出ましたね。最終的な引き分けでしたけど、ね、はい、引き分けだったんですけど、まあ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 、なんかそうロジックは、はい、バババが強い。これよくしますね、救急さん。これいつもよくそうです。いや、なんか違うんです、そういうことだぞっていう、そういうことだぞ。よし、決まったぜ。今度から僕使います。使わないし。マジで使ってください。そのプロ選手の勝利ポーズとかやってください。やりますよ、これマジやりますよ。そんなさ、ナルシストみたいな感じですよ、こんな。いいっすね。やりますね。はい。お願いします、みんな。お願いします。お願いします。はい。ということでね、し本日、コラボさせていただいた、キョウキョウさんのチャンネル、リンク概要欄に貼ってくるので、皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いいたします。今日コラボ動画とかも撮らせていただきました。キョウキョウさんのね、チャンネルでも上がるんで、ぜひ見てください。というわけで、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。